ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎市名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとれいちゃんこと早川れいみと、チェリーこと会津さくらこと、きらここと南きらの5人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。また一人ジャービン、誰かが俺を呼んでいるように、聞こえたから走るゼロ時、そこで待っててくれまだ見ぬモーニング。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。すっかり梅雨って感じですね。でも雨はあんまり好きじゃないな、ゆう。私はね、雨の日は髪がちゃんとまとまらないのが最近の悩みです。わかりますよ。梅雨が終わったら日焼けの季節だよ。焼きおにぎしにならないようにせねば。え、わかる。焼きおにぎしの反対って何？白米？はーい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、 メールアドレスはにじ @771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。第2週目の今日はゲームのコーナー。まずは天の声さんを呼びましょう、はい、せーの、天の声さん。呼んだよ。呼んだ。はい、来た、はい、呼んで欲しかったんだろ。待ってたんだろ。結構寂しかった。全然前世から待ってたんだろ。すごいすごい、君のね、全然前世から。はい、失礼します。もうレイミのさ、入りのあのラップをどういうテンションで聞けばいいの。もう感じするで。みんな慣れて、みんながポカンってしてるのがね、なんで、あれってさ、もともとあるやつを言ってんの、それとも作ってるの。いや、もともとある歌をこう季節に合わせてちゃんと、そこにちゃんと選んでるんですよ。それでもパクっちゃダメなんじゃん。著作権、著作権です。ラップっていうのはハートがハートであるから。はい、それじゃあいきまーす。はい、いきまーす。はい、今日はね、心理テスト持ってきた、また私の見ちゃうので、なんか久しぶりな感じがする。あ、でもこの前どうやった？四字熟語以来。あ、四字熟語以来よ。楽しかったねってなった。あれはとても楽しかった。楽しかった。指名速乾終わりました。レイミの人生は指名速乾で、あゆの恋愛は福沢諭吉。キラは買い物上手で、人生富士登山。富士登山めっちゃおもろかった。今日は何ですか？はい、今日はですね、いきますよ。今日軽いジャブからいこうかな。ジャブ？いや、軽く。はい、いきます。あなたの目の前に川が流れてます。どんならここ。はい。ここ。その川はどんな感じ？例えば超透明な、もうすごい綺麗な川とか、どす黒い川とか、なんかこうあるじゃん。綾川じゃん。黙れ。細川。はい。じゃあ桜子ちゃん、あなたの目の前に流れている川、どんな感じ？こう透明具合というかね、綺麗さ。透明具合はもうめちゃくちゃ綺麗みたいな。で、流れる速さは遅い。遅川？遅いんですよ。遅川。ねえ、なんだ、遅川。早川遅川。遅川ですよ。教科の通り。おー、はい。じゃあ、そんな早川の、川はどんな？早川の川は、ちょっと汚れてる。なんかたまに空き缶とか流れてくる。で、たまになの？うん、そうそう。ビニールとかね、浮いてるような、絶対ないものね、その、そうそう、自然界に。そうそう。
で何でしたっけ、深さ的な、まあ、深さって何ていうの、速さとか、すごい岩がたくさんあって、うん、すごい急流。あゆちゃんは、あゆはめっちゃめっちゃ汚い、なんかもう泡とか、なんか洗剤の泡みたいな感じが流れてる、うん、ちょっと岩のところに溜まっているようなやつの激川、よいしょ、激川、よいしょ、激早川、激早なの、激早川、私の姉ですよね、はい、結構激流流れる、ドーッと流れる、あやのちゃんは、私もう聞いた瞬間その紙芝居のあの感じの絵の具の青で波がふわーふわーって、あのリアルじゃなくて紙芝居のあのあれが本当にもうドンブラコッコの感じ、そうです、真っ青な感じの、はい、ゆるい感じ、ゆるい感じです。キラは、えキラちゃんは なんか汚ねえで、うん、すごく汚ねえで、ですごい急流で、なんかちょっと近くに行ったらなんか急流すぎて水しぶき飛んできて自分も真っ黒になりますぐらいの汚ねさ。なんでそんな汚いのよ。の川です。はい、はい、その川はあなた自身です。いやー。ねえ、ワイドすごい。超綺麗なもう。やったー。ちょっとこれさ、早川でなく遅川な、ゆったりのんびりな桜子ちゃんの川、あー撮ってんね、そしてまるで紙芝居のように真っ青にどんぶらこっこうな綾乃ちゃん、綺麗に分かるな、で岩だらけのね、微妙な汚さのなんかこう自分じゃない、なんかわからん異質なものが時々流れてくる四面楚歌やな、レミちゃん、そして泡が浮いてる、浮いてるもうブクブクな感じの超激流ジェットコースターチックなあゆちゃん、そして黒いみたいなんはもうあんた空汚いでっていうのがキラちゃん、私聞いたね、ヤバカワ、綺麗に分かれましたね、とりあえずヤバカワやな、ヤバカワ例に、でもさ今さこう言った順番さ、桜子、綾乃、レイミ、あゆ、キラってなんかささっきの川の言ってくれた特徴で言ったら汚い順みたいな確かに本当だ、やばさあ次行きましょう、はい、はい、あなたの目の前に、はい、見たことのない電話が落ちています、あららら、電話機、はい、電話機、テレフォンね、テレフォン、はい、まあ家でなのか携帯なのかよくわかんないですけど、まあ電話ですよ、はい、電話だということはわかる、でも見たこともないし使い方も全くわかりません、さてどうしますか、はい、キラちゃん、キラちゃん、キラちゃんはね、そのとりあえずなんか iPhone でいうさ Siri みたいなやつを開いて110番してって言って110番にかけて、知らない携帯がお家に落ちてましたので今から届けますって言う、うん、しかもそのよくわかんないシリみたいなシリが入ってる系なの、そう、わかってんの、警察に通報する、そう、通報するの、じゃあ中学生の一つお姉ちゃん桜子ちゃんどうする、なんかいろいろやるのは良くないなって思ったので、うん、1個だけなんかボタンを押すんですよ、うん、で何か反応したらもっと押すけど、うん、反応しなかったらもうそーっとしておく、ちょっとなんか恐る恐るな感じ周りに誰もいないの確認してなするするする、レミちゃん、私は何もせずに見なかったことにする、うん、これ私答え分かってるかも、なんで、なんなのあゆどうする、とりあえず触りまくる何でもいいから触りまくる、どうなろうと触りまくる、マジで、うん、ガチ、とにかくもうめっちゃ触る、うんうん、なんかヤバいって思っても触る、とりあえずいろんなところとりあえず触る、ヤバくなっても触る、触る全然、だって知らないもん、あやのは、私機械がじあの絶対あれ得意なので、うん、それでその持ち主のあのプロフィールみたいな中見つけ出して電話して落ちてましたよって IP アドレスや、あじゃあめっちゃ、あちゃんでもさ電話番号分かってもそこに電話落ちてるからダメくない、うん、そうあら、まあ、あの友達にその人の電話履歴が、ま、とにかくその解剖じゃないけどそのめっちゃこう解析、そうですね、解析してきっちりちゃんと自分で理解してめっちゃ扱うってこと、はい、はい、いい子ちゃんかよ、何ですか、怖い怖い、何とにかくいじりまくるあゆ、うん、ね、なんでもうきっちり解析してこれが何なんだろうしっかりちゃんと分かるまでちゃんと
ちゃんと自分がね、うん、操作が分かるまでしっかり解析してからきっちり扱う綾乃、うん、桜子は一個だけちょっと押してみて、気になるからちょっと押してみて、でもなんかあんどうしようみたいなね、でキラはまず通報で、レイミは見なかったことですよこれあなたが変態に出会ってしまったとき本当やね、本当やね、あゆめっちゃ変わるじゃん、イエーイ、元気、お互い変態、こっちも変態どっちが変態か分かんないね、変態の遭遇で、すごい、綾乃めっちゃ解析するそれもやばいやろどこがどんな、しかも自分が操作できるまで解析やばいやばい、赤色、肌色の肌ですねどっちにしろ桜子はちょっとだけいじるけ腹痛い、キラは通報するけど桜子はちょっといじってみやべえ、どうしてもいじってみて、ちょっと気になるみたいな、気になる洋服ちょんみたいな、あっ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 、はい、さてそろそろ時間となりました。来週はメッセージ紹介の週となります、はい、今回のテーマは夏だなと感じる瞬間です、うん、締め切りは6月12日火曜日の21時まで、メッセージ待ってます、待ってます。私愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。明日6月9日土曜日は那覇市にてアイドルファイルイン沖縄に、翌日10日日曜日は G シェルターにて琉球アイドルさん、沖縄美少女プロジェクトさんとのツリーマンライブに出演させていただきます、うん、9日の夜にはオフ会もあります、うん、ビーチをお散歩したり、すね代わりをしたり、本気で水鉄砲対決などなど盛りだくさんの内容です。いや待ちに待った沖縄遠征じゃん、ね、早く行きたいもん、待ちに待って、私初めて遠くまで行く、あ、そうよ、本当だ、いいね、そうね、そうね、じゃあ私は長崎でお土産待ってます。チンスコーやろ、チンスコーにするよ、え、なんか武道がいいやろ、まあ、この前ちょっと飽きてきたって言ったじゃないですか、でもやっぱチンスコ好きだなって思いました。なんだよ、じゃあチンスコー三昧だな、もういいわそれで、よし、どうしよう、こんな時間、今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜日の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。